無価値っていうことは、私たち簡単に言うと私たちが存在してちゃいけないっていうふうに思ってるっていうことでもあるんですよね。価値が、私の存在価値がないっていうふうに思うってことは、ただじゃいられないっていう感覚ってことですよ。要するに、なぜそういうふうに言えるかっていうと、大体これは本当仕組みだと思ってるんですけど、人間が例えば個体を増やしていくときに、なんかお母さんから生まれるみたいに、つまり人間から人間が作られるみたいなことが、この脳のシステム上ですよ。だから動物の話は除外しますね。私たちみたいな同じクオリアを発生させないので、人間にカテゴリーを絞った話にしますね。人から人が生まれるっていうことのシステムが、エンドレス無価値観転倒ループみたいなのを支えてると思ってるんですよ。私たちが人間として出現するときに、お母さんから生まれますけど、最初はまあもっとほら微細な細胞だろうとかで、どこまで話ってまあそういうなんか複雑で難しい話はちょっと今日はあんまりする気がなくって、単純にお母さんから生まれますねって話ですね。で、私たちの、まあ、DNA って生きてるっていうことの体験を支える設計になってるんですよ。私たち生きてるって思ってますよね、今ね。本当はただ今一時的になんか炭素原子がアミノタンパクみたいなところになったり、骨はカルシウムだけどこうやって固まってる一場面でしか本当はないんですけど、まあとりあえず私たちは生きてると思ってます。で、私たちのこの細胞が固まってるのが崩壊するとき、その瞬間っていうのは、まあ死という瞬間からね、崩壊が始まって、本来だったら土パタって倒れたらね、微生物分解が始まって、分解されたなんか栄養素になったやつが土の下に溶けて、それがまた違う種がその栄養を吸ったとしたら、その種の DNA に従って違う個体になっていくみたいな循環が本当はあるんですけどね。人間がこうして生きてると火葬場で焼かれるから、あんまりそういう風な雰囲気私たちは感じてないかもしれないけど、でもそういうことなんですよね。で、そうした時に、とにかく DNA ってこの個体を存続させるっていうことに対して、なんかセンサーを持ちますよっていう設計図になってるっぽいですよね。生存が安定的に保たれるっていう方向性の感じ方を、快、心地よい、快っていう風に感じるセンサーがあって、生存が不安定に存続されていかなくなる方向性の物語が来た時には、不快っていう風に感じるっぽいですね。だから例えば母乳が足りなくて赤ちゃんにミルクを作りました、熱湯で作った熱湯のまんまのもう80度ぐらいのミルク飲ませたら、赤ちゃん不快に感じなかったらごく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 飲んで食道焼けて死んじゃいますね、すぐね。あと体温も熱い熱いってお知らせしてくんなかったら、すやすや不快を感じずに寝てたとしたら、大汗かいてすぐ脱水症状になって死んじゃいます。だから私たちは生存が危うくなってる方向性のなんかセンサーが働いた時、不快ってなってて、安定的な時、快であるっていうふうに私は考えてるんですけれども、それがね、つまり生体反応の話だけ今しましたけど、心っていうふうにまとめて言っちゃいますけど、心の分野も快と不快があるわけですよ。お母さんから、まあ人間から人間が生まれて未発達な体を持って、そこから育っていかなきゃいけないっていう私たちの在り方、これが最初からなんかビーカーになんかぐるぐるっと何か混ぜたらキノコがでっかくなるみたいに大人になって、はい別の個体が、はいできましたみたいな感じでボディが増やせていけるような状態だったら、そうはならないと思うんですけど、私たちは未発達であるがゆえに、最初赤ちゃんの時はやっぱり、まあ赤ちゃんの時は割と一生懸命世話してもらえるんだけど、大体2歳3歳4歳ぐらいになってくると、人間らしくなってくると、お母さんからなんか怒られたり批判されたりするっていうと、もうまだ未発達だから、
お母さんに存在がちゃんと認めてもらえてないっていう状態が発生すると、生命の危機、生命が存続しない方向性に危機感が及んで不快が発生するわけですよね。それでお母さんに抱き留めてもらって、よしよしってやってもらえると安定的に生存が保たれるわけですから、ちっちゃいうちは貝になるんですよね。だから私たちは未だに大人になってからでも、例えばコーヒー、熱いコーヒーやったら死なないように、やけどしないように冷まして飲みます。冷ますっていう行動をすると思うんですよ。だからちっちゃい頃っていうのは、その今単純に言った熱いコーヒーを飲むときに冷まして飲むっていうことを、親子間の間でただ普通にそういう感じと同じ感じでやってきてるだけなんですよね。本当はどういうことかっていうと、今心の話だけど、お母さんに笑ってもらえなかったら困るから何かを渡すわけですよ。その何かっていうのは我慢だったりするわけですね。例えばお母さんが母子家庭で大変だとかっていうと、お母さんがやっぱりかわいそうって思っちゃう。かわいそうなお母さんっていうのは笑顔がないし、自分にとってやっぱり大事すぎるから、自分が何かギャーギャーわがままを言ったり泣いたりしたりするっていうことを我慢するっていうことを渡して、お母さんをなんかに笑顔をもらうっていうようなやり方だったり、あとは勉強今だらけてしたくないと思ってても、お母さんに褒められるっていう、お母さんに褒められるイコール自分が受け入れられてるっていうことなので、だらけるのを我慢して勉強を頑張って、それと引き換えにお母さんに褒められるっていう、受け入れてもらえる、認めてもらえる、存在の価値を見出してもらえるっていうような交換条件みたいなものを、熱いコーヒーを冷ましますみたいなことと一緒でただ単に生活の中でやってきてしまうんですよ。だから私たちは何かをすれば愛される、何かをすれば自分の存在がお母さんの中にちゃんと映ってるっていう安心感を、快を得るために、その何かっていうのを、日々ただただそうやって反射的にやってきてしまうんですけれども、その何かっていうのが何らかの我慢なんですけど、最初子供のうちは大騒ぎしてたら怒られる、つまり怒られるイコール拒絶される側の体験、親に怒られていい顔されなかったら、見捨てられる、見捨てられるイコールちゃんと世話してもらえないイコール死みたいな方向になるから、騒ぐの我慢していい子だねって褒められようとするっていうことを頑張るみたいな風に、我慢するっていうことを渡して褒められるみたいなこととか、受け入れられる、いい子だねって言われる、そういうことを、快を得ようとしてくるわけですよね。コーヒーの熱を冷ませばぬるくてちょうどいいっていう快を得られるっていうことと同じぐらい、あたかもシンプルにそれを繰り返してきてしまうと、私たちは交換条件で暮らすっていうことをパターン化してきてしまうんですね。だからそのパターンの OS が確立がっちりされた状態が完全に、無価値観転倒バッチリの状態なんですよ。だからとにかく交換条件パターンっていうふうに私は呼びたいんですけど、実は人はその交換条件っていうものを気づかないんですね。最初は我慢してたら我慢してるっていうふうに自己認識、子どもの時代は少しあったとしても、我慢すれば愛されるっていう、快を得るっていう動きは、そんなの我慢するとかしないとかっていう選択肢がないもの、やるべきことに認識が変わってくんですよ。だからやるべき、そしてやるべきことっていうのは正しいことであって、正しいことの本質っていうのは、親に認めてもらえたり、親がよしって、そうだそうだっていうふうに思ってくれるっていう成功体験に基づくんですよね。でも何を渡しても愛されないっていう状態だと、バーンアウトしてしまって体に不調をきたしてしまったり、障害を持ったりしてしまうんですよ。
それって防衛規制の失敗といって摂食障害だったりパニック障害だったり、うん、自傷行為だったり、何をバターしても自分が愛されるみたいな、認められるとか受け入れられるっていう体験をしないと、とうとう限界値が来て体に異常をきたしてしまうっていうことを迎える人も世の中にはいるわけですよね。あと虐待されるとかね、どんな風にしてたって自分が認められないっていうことを体験してくると、深く深くその無価値の転倒を超えた何かの障害を持ってしまうっていうことになってる人もいるかもしれません。無価値の正体、無価値観転倒の正体ってそういうところなんですよね。でも無価値観であるってことはどういうことかっていうと、もっと深く言っていくと、自分に価値がないんですよ、存在してる価値が。だけどこれをした時だけ存在価値が出るっていうことでもあるわけですよね。だから例えばみんなやってると思うんですけど、頑張って何者かになると褒められたり、でそれは親との間でそのパターンを築くだけで、それを原体験って言ってて、そのパターンを搭載された状態で私たちはだんだんと社会生活っていうものをしてってしまうので、もはや親との関係でそれを発動するということではなくて、そのパターンに基づいてあらゆる全ての行動を行っていくっていうことなだけなんですね。なので当然進化成長、業績を上げる、頑張る、真面目に勤続するとかなんかもう人間にとってはそんなの当たり前だろう、そんなのやるべきことだろう、ほらべきとかね、当然のことだろうってなったら、自己認識的にそんな我慢してるとか、やってもやんなくても本当はいいことなんて思ってない、疑いもしないことだから、疑うこともしないことだからこそ私は洗脳みたいなものですねっていうふうにどっかの動画で表現してみたんですね。責任感っていう話をじゃあちょっと例に挙げてきますけど、責任感とか、まあ別に責任感だけに無価値の特色が出てるわけでもなくて、責任感っていう形がすごく強く持ってるのは、そういう親との間でそれにまつわるエピソードがあったりとか、あとやたらと自立心とか、あたかもすごいなんかいいことのように思える、勤勉であるとかね、なんだろう、すごい努力家であるとかそういう一人一人特色持ってるんですけど、なんか正義感とか責任感とか結構いいっていうふうに思われてることも、実は無価値観バリバリ転倒の状態そのものなんですね。責任感ってやっぱりそういう責任を果たすことで、親との親がなんかうんって納得するものを自分が見ることによって、自分の存在価値があるよ、いいんだよそれでっていう、いていいよっていうことを手に入れてるから、その無価値っていうところに陥らない、親の中で陥らないための武器みたいなものとして保有しなきゃいけないので、ただその無価値っていう自分の存在がないんだよっていうふうに思わないようにするためのプロテクトと武器というふうに言えてしまうものなんですよね。例えば正義感とかも、親がこれは普通こうですからっていうふうに、正しいんですよこれがっていうふうに指し示してくれたものを正義というふうにしたときに、それを正義として行動するっていう場面を常に常に起こすことによって、親がよしよし、うちの息子は大したもんだっていうふうに言ってもらえるみたいなところを親に渡すことによって、自分の価値を親の中で上げてるみたいな動きなんですよね。だから本当は自分の考えじゃないくて、なんか騙されて持たされてたみたいなもんだって言うけど、そのまた親も、まあ無価値をなんとかするために騙されたように持たされてきたものっていうのがあって、そのまた親もそのまた親もそのまた親もとかってなってくると、これはもうフラクタルな仕組みのループというふうに言わざるを得ないので、本当に例えば悪い人みたいなのはいなくて、シンプルに仕組みが存在してるっていうことで、誰をもなんか責めるっていうことが
できないことだったんだなみたいなことにもなっちゃうわけですよね。なんか頑張るとかって姿も努力するとかっていう姿も進化成長するって姿もそういうことをしてる私じゃないと存在してちゃいけませんねっていうふうに思い込まされてしまったことなんですよね。だから何もしないでただだらっと何もしないでみたいな、ただいるだけでみたいな風だと何の価値もないから、何かをすることで、見合う何かをすることで自分の存在がありますよっていう状態を日々日々作り続けていることが、大半の人には何か進化成長するっていうことに向けて動いてることだったり、仕事を一生懸命してることだったり、世の中のためになることをしてるみたいなことだったり、価値ありますねみたいなことをやれてる自分っていうものを常に常に行動して作り出すことで、自分の価値っていうものを見出すっていうか、価値がありますよみたいなことを作ってるっていうことが無価値の転倒中っていうだけなんですね。だからどうしようかとかっていうことじゃないんだよっていう話をこれから発展していきたいんですけど、じゃあ単に何もしないといちゃいけないって思ってるっていうことが無価値とも言えるんですよね。だから私たちはただ存在しているだけで、いていいとかいちゃいけないとかいる価値がないとかでもないっていうことを字で言ってるやつが無価値、無限の価値転倒中ってやつですよ。